日本政府ずっと溜まってはいませんよ。いや、それは分かります。怖くないです。怖くないです、うんうんうん、いいですね、うん。いいと思います。いいと思います。出ました。ちょっと右左間違えましたけどこれで楽なんですね。実はこの後がっつり先生悲惨治療してほしいということで緊急治療したんですけども、ちょっとですねオープニング取り忘れました。ということで実際の治療どうだったのか行ってみましょう。ということで膝の痛み緊急治療したいと思います。今痛いです。ここに押してもう痛いんですね。結構重症ですね。じゃあこれの治療は 4K です。 4K の治療で全体のエネルギーでバランスを整えて負担がかからないようにして、さらに局所の痛みを取っていきますね。はい、はい、ちょっとお疲れですね。大丈夫ですか。足タンポさんのですね、はい、ちょっと全体のちょっとエネルギーやや下がってるんですね、うん、腎臓の腎っていうのが下がってて少し疲れが溜まってる感じですね、はい、その普段よりもちょっと下がってる。別に病気とかじゃなくてですね、うん、その調整の意味を配慮して、うん、はい、で、ですね、整えていきます。はい、お通じとか全然大丈夫ですか。薬飲まないと出ないと思います。本当ですか。めちゃめちゃ便秘に効く素もあるんですけど行ってみますか。それビオフェルミン30年間飲み続けているんですよ、うんうん、朝昼晩30錠9錠、365日その方はその針したら出るようになりました。今ビオフェルミン卒業しました。持続性があるんです。持続性、僕そんなに持続性ないと思ってたんですけど、あります。で3回治療でもほぼビオフェルミン飲まなくて普通に出るようになってきました。やってほしいです。これ やりますか、はい、ちょっとお腹つりますけど大丈夫ですか。はい、つります映ります。映りますチェック。ちょっと1箇所だけにします、はい、ベンデールのツボっていうのがあるんですよ。ベンデール、こっちが出るからですね。はい、分かりやすくていいで、このこちら側が調子悪いのでこっちにエネルギー流すので、うん、こうしてはい、で大丈夫ですか、はい、ということは結構あれですか、もう学生の頃から便秘の感じ。そうです。あ、じゃあもう40年ですね。30年を超えましたよね。そうですね、はい、半世紀の便秘じゃない。ちょっと今で30年超えですね。いや、半世紀ずっと溜まってはいませんよ。いや、それは分かります。30年溜まってたら大変ですよね。ね、怖いですね、はい、ちょっとやっぱり少し熱持ってますね。やっぱり多少の炎症反応がある。膝の痛みと言いながら、はい、全部のエネルギーを整えて痛みを取ってます。ここで電気をかけて、ここで膝の痛みを取るんですね。膝の痛みは腕で取る。わけわかんない世界ですけどね。西洋医学だと考えられないじゃないですか、うん、もう西洋医学でなかなか難しい痛みって、はい、結局西
西洋医学の考え方の針ではなかなか効かないんですね。じゃちょっと考え方は全く物の見方を変えて東洋医学の考え方ですね。もともと僕看護師なんで救命病棟にいたんで、そうなん、めちゃめちゃデータな治療してたんですよね、うんうん、だけどそれで西洋医学の限界を感じて別の視点で治療することの大事さっていうのは本当に日々感じますよね、うん、西洋医学の限界とか治んないとか難しいとか、うんうんうん、言われてる方は結構あの別の見方をちょっと改善することがある、うん、そうするとまた西洋の治療がよく効いてきたりするんで、うん、相乗効果ですね。どっちがいいとかどっちがダメとかで、うん、両方できると一番いいですね。そうですね、うん、感じますか。あ、はい、ね、パタ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 で、ちょっと膝の治療をしていきます、はい、みたいな。でパパパパパ感じます。まだかな、うん、あ、来ましたね。パタパタ、はい、でこれでエネルギーを改善していく、うん、これで、10分お休みください。はい、はい、ということで10分お休みです。はい、今調子整いましたけど、ちょっと首右左に向いていただいて、こっちも、はい、反対もです、ね、体のこわばりも結構、ね、取れてますね。いい感じですね。でもちょっとですね、膝、はい、膝どうですか、まあ、2割ぐらいでも良くなってもいいかなと思うんですけど、こっち側向いていただいて、はい、この踏み入れた感じ、こっちの、こっちはどうですか。あ、怖くないです。怖くないです、うんうんうん、いいですね、うん、すごい、まあ、うん、でここの下の、はい、その今までこうどうしてもバランスが悪いとそこに負荷がかかっちゃうんです、はい、だからそのここの痛みを飛ばしたっていう、ここに負担かかんないようにしたって感じですか。バランスを整えて別に負荷がかかるようにしたっていう感じです、ね、こうやっていくと、さっきね、あの、まあ、左足でしょ、右足も同じように痛いところに重鎮貼っていただいてるんです、はい、一瞬で改善しますので、はい、まあ、針治療もやったですね、全身バランス整えますので、まあ、そういった形で、まあ、ちょっといろいろ合わせ技でやっていただければと思います。はい、はい、今日よかったです。あの、ありがとうございます。緊急膝治療喜んでいただければよかったです。はい、ということで今日はここまでになります。チャンネル登録と高評価のよろしくお願いします。コメントから右手にも針ついてない。20センチの針を取ったところ。